グリーンな栽培体系の転換サポート事業実施地区のうち今回は長崎県佐世保市から菊における UVB ランプの利用について紹介します。当館内は長崎県の北部佐世保市を中心とした地域で菊については林菊、小菊合計で18個708アール生産されています。 菊の重要病害であります白サビ病については、発生すると抑えきれなくなることから予防防除が必要です。一方、UVB ランプは白サビ病防除の効果が検証されており、UVB ランプを使用することによって日数を減らすことができれば、化学農薬の削減や散布労力の低減効果も期待できますので検証することにいたしました。えっと小菊を約 80R です。 えっと UVB の設置コストを考えて効率的に使うため親株の防除を中心に使っています、えー、気持ちとしては本邦でも使いたいです令和5年度は白サビ病が比較的少なかった年でしたが効果は実感しています、えー、今後は白サビ病多発の年に効果の確認が必要と考えていますランプが植物に近いと早けを起こす可能性がありますので カタログ通り離れているか確認が必要ですまた寿命になっても不転倒になるとは限らないため交換のタイミングが分かりにくいことです寿命が4500時間なので点灯時間を記録するなどの工夫が必要です生産者自身及び通行人が直接光を見るなどの自己防止の徹底を呼びかけています 生産者さんは UVB ランプに一定の効果があると実感されていますが、UVB ランプだけに頼るのではなく、湿度管理や最低限の農薬散布等を組み合わせて、総合的に防御を行うことができるようアドバイスを続けてまいります。田野地区も含めて UVB ランプの効果を実感されていました。農薬削減には UVB ランプを含めて多様な技術による総合的な管理が重要です。